森蘭丸が織田信長と初めて出会ったのは戦明けの戦場であった。信長を一目見てついていこうと決め、蘭丸は織田軍の一員となったのであった。そしていよいよ今川義元を討つべく兵を挙げた信長のもと、蘭丸は桶狭間にて初陣を迎えようとしていた。よし、信長様に認めてもらうんだ。蘭丸初陣。行ってきます。勝手にせよ。下船の者どもがアホ面下げて来よったぞよ。さあマロの影武者おいでませ。誰ぞあやつの首をこれに持て。信長様、乱丸がしてみせまする。影武者はマロに似てみな美男子でおじゃ。逃げろ、拙者の高貴なお尻に火がついた。おのれ今川、無理二つの影武者を使いおって。うせの王はこんなところで終わりだなんて。まんまと偽物をつかまされておるの。拙者は影武者よ、わからなかったであろう。あ、ようここまで参った。苦しゅうない。マロこそが今川義元でおじゃるよ。にゃ、苦しゅうないぞよ。にゃ、それはマロの影武者おじゃ。あのわらわは誰ぞ。マロの軍が次々とやられているでおじゃ。乗りらんなる。信長様は一の家来。無流でござるか。いや、おじゃん。本物の義元様、逃げてくだされ。ああ、鬼だ、鬼がいる。おい、おじゃる、その首乱丸がいただき。お前倒して信長様に喜んでもらうんだからな。憎たらしいガキでおじゃ。マロは心が広いようじゃ。そこのわらわ、逃げてもよいぞ。ほっほっ。そう、逃げやったな。おじゃるのくせに生意気だぞ。家族には見せられない姿をじゃ。もしもしたら危ない。なんとかすれば。もうお直に帰らせていただきますね、おじゃ。
また偽物だ。本物を探してくだされ。なんと今川軍援軍到着。その数多数。マロは腰など抜かしてはおらぬぞよ。これから今川軍の反撃でおじゃ。信長様に認めてもらうんだ。負けるもんか。絶対に。威勢だけは良いな、ヒデオちゃん。目ん玉開いてよく見ろよ。おーありっと。乱丸が怖いの。おしでおちゃん、乱丸が怖いのか。なんだこんなもんか。小せえ小せえな。